株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大、過去5年では、3歳馬が4勝を挙げ、残る1回は4歳馬が勝利していました。株式会社 AI によるデモ音声です。つまり、若き新星が台頭してくるレースです。これはデモ音声です。また、過去3年連続して前走勝利馬によるワンツー決着という点も見逃せません。株式会社 AI によるデモ音声です。ここでは、チャレンジ C の消し馬の消去条件のうち一つを無料公開します。株式会社 AI によるデモ音声です。条件、データは過去10年間を対象。これはデモ音声です。ただし、馬券に絡んだ3頭は、いずれも、菊花賞からの臨戦過程を踏んだ3歳馬だった。これはデモ音声です。若き3、4歳馬を除くと、GI 組に、過度な期待は禁物だ。株式会社 AI によるデモ音声です。上位人気の可能性も考えられる。ペルシアンナイトが消去データに該当しました。これはデモ音声です。GI 実績に加え、前々走は、同距離の札幌記念でも、3着に好走している実力は。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今回は、唯一の GI 組ということで、アドバンテージが生じる可能性もありますが、人気になるようなら、妙味を追って割り引く手もある。